そうだね。ということで、そう、木村拓哉さんに憧れてた部分があったから、ちょっとクールぶってて、まあ恋愛にはね、奥手だったんだけど、やっぱ高校の時に、ちょっとね、変わるきっかけが。まあ、そうだね。まあなんか、中学、小学校、中学もそうなんですけど、なんか、自分、小学校の時は6年間一途で、みたいな。で、中学校の時も、まあ、1年間ずっと一途でとかもあって、思いがうまく伝えられないことってたくさんあったんですよ。でも高校で、それじゃダメだな、みたいな。男それじゃダメだな、と思って、まあ、伝える機会があって、伝えられて、まあ、やっと、ちゃんとした恋っていうものを、まあ、高校でできたというか、そういうのあって、多分、ミートも同じだと思うんですよね。本当に中学校の時は、野球、やってるって、普通中学だったら坊主なんですよ。わかります？普通に考えて、いや、確かに、まだ高校野球じゃないんで、坊主じゃなくてもいいです。でも、自分は小6から坊主です。で、坊主だった、ね。そう、坊主だった。この男、刈り上げて、もう、ツーブロしてましたからね。もう、ツーブロで野球やったんで、まあ、羨ましい反面、まあ、負けてらんないな、みたいな。まあ、それでね、そう、それで、まあ、結局、なんか、なんでお前髪の毛伸ばしてんだみたいな。それで、まあ、それも、やっぱライバル心としての部分もあったから、それでやっぱ負けてらんないみたいな。俺は全然、そのなんかもう、その時中学校の時、まあ野球やってたんだけど、やっぱちょっと、ちゃらけてた要素もあったんで、まあちょっとその時はね、いろいろ、いろんな方向にね。まあでもそのおかげでモテたよね。いやいや。これズボシっすよ、この男。この男。いや違う。声大きい男なんで、ね、本当に。まあそう、あったんだけどね。正直モテたし、ちょっと、ね。正直モテたし、坊主だったらモテなかったでしょ。いやいやいや、待って、とか、モテてたでしょとか言うじゃん。自分の方が本当はモテてたの。なんかそう。そうなんだよ。で、俺はこうやってなんか、ちょっと気になってくれてる女の子がいるんだなって感じると、やっぱ言っちゃうんだよ。だけど、ケイセイは、それはもうなんか当たり前だから、みたいな。みんな思ってくれてる人が当たり前だから、黙ってついてこいみたいなタイプだったから。いやいやいや。だからモテてないって、それでモテてないって言い聞かせてたのね、多分ね。俺はモテてないっていう。多分ね、俺分かるよ。中学校の時ね、言うてね、少なくてもね、5人はね、いや言わないけどね、ケイセイのこと好きだったっていう話を聞いたことあるから。あんな少ない今更、本当に。それで、そうね。ほんで、まあ、その時に、そう思ってくれた人たちにの中に俺の好きな人もいたから、みたいな、そのことね。ね。いや、ほんとにここで、なんか、いざこざみたいなの起きたんですよ。だから、あったね、あったね。だから、小中、ね、で、よし、野球も小7歳ぐらいから一緒にやってたりしてんのに、うん、なんか好きな、ゆうとが好きな子と自分まあ仲良かったりしたときに、その、ゆうとが、なんか、まあ、当たり前なんですよ、嫉妬すんのは。でも自分はなんか、ただ仲いいと思ったんで、その子と普通に喋ってたら、ゆうとが好きっていうのを後々気づいて、で、ゆうとがなんか、最近話してくんねえな、みたいな。俺となんか、あいつ悪いなって思ってたんですよ。後々聞いてみたら、なんか、いや、あの時俺あの子好きだったから、みたいな。おい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 と、この中で言ってくれよみたいな、ちょっと思いましたね。いやでもやっぱね、ガキだったね。うん、いや今だったら、やっぱそのなんか嫉妬っていうのかな、嫉妬してても、まあ、友達は友達だしっていう部分はあったけど、やっぱその時はね、好きな人を取られたくないって思っちゃったんだよ、きっとね。まあそれを感じてあげられなかった自分にも、まあちょっと責任があるっていう。責任、責任持ってるね。責任感強いんで。それはあるですけど。そうだね。まあそうっすね、本当に。まあ結局ね、やっぱ中学校も、そうだね、まあ小学校までだったんだよね、野球も。野球も同じチームだったのが小学校までだったんだけど、小5までですね。そう、小5で、まあいろいろあって、チーム別々になっちゃって、それで、まあでも言うて結局、やっぱ同じ感じのタイプだから、小学校6年生の時、違う、中学校の時か。もう、キャプテンお互いやってたし、高校の時もね、最後までお互いキャプテンだったし、やっぱそういうところはやっぱね、ちょっと似てるのかなっていう部分はあるんだけど、やっぱでも、ちゃんとしてますよ、この子は。だってそれで、そう、それで高校の時に変わったって言って、やっぱそれね、彼女もちゃんと作って、やっぱ長くね、何年付き合ったの？高校の時は。2年半。2年半付き合ってたのか。そう、可愛い彼女もね、いて、ちょ、この人はね、やっぱ続くときは続くんだけど、続かないときは続かない、うん。俺もそうだよね。うん、まあそうだね。なんか、ゆうとの話をまあ続いたって聞いたときに、いやなんか、すごい嬉しくて、親になった気分というか、
うん、え、言うとなんかすぐ、いや俺別れたみたいな、まあ、中学校の時はね、中学校の時もすぐ別れたみたいな、いや、まあ、1週間何回別れんのって、いや例えばですよ、そんな大げさじゃないですけど、そんぐらいの勢いだったんで、高校でそれ聞いた時はなんか終えんのって気分じゃないですけど、すごい嬉しくて、まあ、自分もそういう感じだったんで、まあ高校の時長かったからね、俺もね、まあ、多分お互い彼女が頑張ってくれたんだなっていうのはすごい思います。あ、いいこと言う。そうなんだよね、自分たちがいいとかじゃなくて、多分野球やってる中で坊主だったり、うん、時間作ってあげれなかったりする中で、そうだね、なんかついたっていうのは、まあ、彼女が頑張ってくれたからかなと、まあすごい思うよね、お互い。やっぱそれだよね、やっぱ野球やっててそれで彼女もいるってなったらやっぱ大変なところもあるから、やっぱ彼女もね大変だったんだよね、きっとね。いや絶対そうと思う、俺らには分かんないけど、俺らただ好きなことやってるから、ずっと。そうだね、でその空いた時間を作って彼女だったりしてるけど、でもあっちからしたら空いてたりして、その日しか会えないってなったら、やっぱ違う思いだと思うし、ね、やっぱ人のことをね、うん、こうやって考えられるんですよ、自分の次こうなっちゃうんだけどね、こうやって、うん、おい大丈夫か、そんなこと言ってますけど、まあそのゆうとが彼女と、まあまあいい話か悪い話か分かんないんですけど、彼女と別れた時に、まあ、飯食い行って、まあ、帰りっすよ、まあ、家まで送った時に、それ家まで送るまで笑顔なんですよ。でもバイバイした後に号泣してるんですよ、この男。めちゃくちゃ泣いてて、いやなんか俺らには空元気にしてたけど、やっぱ心の中ではなずっと好きだったんだなっていう思いがあって、もうこいつ可愛いとこあるんですよ、そういう、ちょっとね、ちょっと可愛いとこあるんだよね。いやそれ可愛いとこあったり、ちょっと可愛いとこあるんだよね。でもこうやって俺はやっぱ隠せないんだよ、最後の最後までちゃんと隠そうと思っても隠せないんだけど、ケイセイはやっぱね隠さないんで、いや隠すんだよね、最後強がって、で言わないんだよね、すぐ。やっぱそれは中学校の時からだなって思うんだけど、言わないんだよね、一人で食べ込んじゃうから。まあそれでね、まあいろいろね、高校の時もね彼女いたけど、その後もねいろいろあったね。まあいろいろあったね。いろいろあってね。まあいろいろ。俺も言えてもね、そうなのよ。お互いいない？でも好きな人いるんだよ今。好きな人っていうか気になってる人っていうのは。そうなんだよ。これ見てくれてるか分かんない。多分見てくれてるな。いや。ケイセイがインスタでストーリーにこれを乗っけてたらね、きっと見てくれてるなと思うけど。まあ見てくれたらいいかなと思います。そういう感じだね。あと何かあったかな。いやなんかあと可愛いとこもうちょっとあげるとしたら、いいよ地元で集まったりするじゃないですか、皆さんも多分地元で夜な夜な語ろうぜとかあったりすると思うんですけど、まず一つ目、何話そうとしてんの。一つ目はゆうとが、まあその要は今仕事始めたりして、あの忙しかったりするなっていうのは自分たちで勝手に思ってるんですよ、まだ学生なんで自分たち、うん、だから、まあ、誘わないこととかあるんですよ。そうすると、なんでケイセイ誘ってくんなかったの？もうなんか、この小学生みたいなこと言うんですよ。なんかそれもすっごい可愛いなって思いますし、皆さんあの、今すっごい便利な、ゼンビってアプリ読んだの分かります？知らず皆さん。あのアプリ、ね、自分本当に入れたくなく、入れたくないっていうか、入れる必要ないなって思ってて。でもいや、そう、ゼンビはね、やっぱさ、友達だったらさ、居場所知りたいじゃん。仲いいからこそ。わかるでしょ？その気持ちは。わかるよね。いや俺、いやまあまあまあ、そうこれはでもケイセイは、いやいいよってめんどくさいからってなってたんだよね。そうマジなってて、いや分かったみたいな、じゃあ言うとだけ入れるわみたいなで言うとだけ入れたんすよ友達一人他は別にどうでもいいんで、うん、入れたらなんか家にいる時間とかあるじゃないですか、家にいたらなんかイコール暇みたいな解釈してなんか自分家の前まで来て、多分これ入れてる人みんなわかるよ。いやみんな家にイコール家にいるイコール暇なんだなって思う。やることあるじゃないですか、皆さんなんかそのまあ明日の課題やったりとかあるのに、なんかもうまずもう家の前まで来てケイセイみたいな、もう家いるよねみたいな、で自分全然入れてるし、あもう全然入れてるんで嘘つけないんですよ正直。なんでもう家いるよみたいな、だけど暇っしょみたいな、もう一言目暇っしょ、いやだまあ、暇じゃないけどって、とりあえず降りてきて、とりあえずみたいな。で、そこから降りて、夜な夜ななんか、まあ、男二人で話したりとか。ずっと話してるもんね、うん、最近もね。そうそう、最近なんか話したりとか。多いよね、最近。最近、夜なね。最近多いよね。最近多いね、なんかね。最近マジ多いよね。いろんなね、じゃやっぱ、
話が出てくんだよね、最近やっぱこの年になると、うん、いろんなことがね、あの時は言えなかった話とかね、うん、恥ずかしがって言えなかった、まあ、それはまあみんな多分わかると思うけどね、うん、ずっとそれが続くっていうのはあるもんね、まあ、高校とか会ってなかったからこその話とか、うん、そうだね、こういうことがあってとか、まあ、今こういう状況だとかそういう話もできたりして、であと一つは僕思うんですけど、ゆうとが仕事始めてで、なんかやりたいことを見つけたいって言ってこうやって YouTube 始めて、なんかゆうとの考えすごい変わったなって、一緒にいる仲間をみんなで話したりするんですけど、なんですか、俺消えていい？いや、昔から恥ずかしいんだけど、あの、うん、ゆうとのこと知ってる人からしたら、うん、変わったなってすごい感じれると思うんですけど、今知った人たちはあ、これがサトピーかって思うかもしれないんですけど、でゆうとはやっぱ仕事を始めて、で YouTube 始めていろんな挑戦をし始めた時に、なんか俺やりたいことを本気でやりたいんだみたいな、 YouTube の企画もそうですけど、なんか簡単そうに見えて考えるのって大変だし作ったりするんですけど、でもそれでも俺頑張りたいって、だからちょっとこの撮影ちょっと手伝ってくれないみたいな、あ全然いいよみたいな、そうやって本気でやってる友達だからこそ自分のサポートしてあげたいなと思いますし、皆さんにもこうやってストーリーとかでもっともっと広めてあげれたら、まあ、ゆうとの良さが皆さんに伝わるのかなと思うんで、こんなことやってますけど、サドピーチャンネルこれからもよろしくお願いします。やっぱ自販機とかもね、一緒にスネ毛も自販機も一緒に撮ってくれてたんでね。やっぱこれから、まあ、ケイセイもそうなんだけど、あとも何人かちょっと用意したい人物いるんで、やっぱその人たちとやっぱこれからも、やっぱ撮影できたらなって思うので、やっぱ最後、まあ、締めになるんですけど、まあ、二人で、サドピースで終わりたいと思います。はい。サドピースバイバーイ。バイバイ。動画終わった。長いんだよ、いつも。